はい、本日はですね、こちら元ノースフェイスのデザイナーが作ったリュックをご紹介していきたいなというふうに思います。こちらのリュック2021年もう大本命中の大本命、去年めちゃくちゃリュック買ったけど、まあしっくりくるところまではいかなかったんです。まあまあいいっていうのはいっぱいあったけど、ようやくねしっくりくるのが来ましたねということでご紹介していくんですけど、実はこれね以前にも若干ご紹介したことあるんですよ。神リュック参戦っていう動画で一回紹介したことあるんですけど、その時にめちゃくちゃ人気あって、まあ視聴者の方もちろんそうなんですけど、あとそれセレクトショップのオーナーさんとかからも、あのブラックエンバーのフォージって言うんですけど、めちゃくちゃいいですねとかって言って、結構ね玄人受けしてる感じだったんですよ。で、あーこれ僕も欲しかったなと思って、まあ、今日はこちらのねブラックエンバーっていうブランド、ノースフェイスの元デザイナーが作ったブランドのフォージってやつを紹介していきたいんですけど、実は前回紹介したバージョンからアップデートされてニューバージョンみたいな、新しいバージョンみたいになってるんですよ。だからそういうとこを紹介していくってももちろんそうやし、それ以外にあったら前回はその3つ紹介しちゃったんでね、あんまり細かくは言えなかったんですけど、今日はまあもうちょっと細かく、まあ、見ていこうかなというふうには思います。まあ、なので先日ねお話ししたノースフェイスのシャトルデイパックってやつがあったんですけど、あれの完成版なんですよ。もう完全にこれ完成されましたね。であれではちょっと物足りひんとこあったけども、ようやく完成版が出ましたねということで、これは全然ノースフェイスじゃないですよ。もともとノースフェイスのデザイナーの人が作ったっていうブラックエンバーっていうブランドですかね、まあ、紹介していこうというふうに思います。本日の流れとしてはですね、まずはですねこの背負ってる様子とかっていうのを見てもらいたいんですけど、どっちかっていうとこうガジェットっぽい感じのギアっぽい感じの、あの男心がねまさにくすぐられるっていう感じになってるんですけど、そういうところの様子まず見てもらって、でその次に特徴、この実は防水の生地が採用されたり、止水ジップが採用されてたり、でそれ以外にあったらね容量がねでかくなったりちっちゃくなったりするんですよ。これ20リットルからいきなり30リットルまで増えたり、またちっちゃくしたりとかっていうのもできるので、まあそんな話をして、でその次にデメリットですね、とは言いながらも若干ここはねまあ、こういう人にはあんま向いてないと思いますっていう話して、おすすめの人っていう感じでいきたいなというふうに思います。まあ、なのでまずは背負ってる様子から見てもらいたいなと思うんですけど、この背負ってる様子見てもらったらね、めちゃくちゃ合うじゃないですか。こういった、まあ、ノースエースのジャケットとかとももちろん合うし、なんかもう見るからにあんまり見たことないみたいな、街中とかでもこういうカバン持ってる人あんま少ないよなっていうような感じのスタイルになってるので人気があるんですよね。せやから買おうと思っても前回買われへんかったっていう方も結構多かったりしてるらしくて、もうこれは新モデル出た今しかないでっていうことでね、ようやく僕の元に届いてくれたんですけど、こうまあ四角い感じのねリュックになってるから背負い心地なんか正直どうなんかなとかって思ってたんですけど、なんか背負い心地はねこの紐のとこのクッションとかもしっかりしてるし、あと背中のところのねパッドっていうのかな、なんかそんなもんねちゃんと入ってあるから、なんか背負ってる感じがなんか亀の甲羅背負ってますっていう感じじゃなくて、なんかね背中にちゃんと沿ってくれるから、リュック単体としては結構重いんですよ。だから重いからどうなんかなとかって思ったけども、あんま背負ってる感じがないから、まあその辺はねあんま重さは気にせんでいいんちゃうかなと思います。綺麗に分散してくれてる感じになってるんじゃないかなと思います。まあ、僕個人的には今まで持ってるリュックの中では一番見た目も好きなんですよね。ただちょっとお値段高い、まあ後で言いますけどね、まあ、ちょっとお値段高いってところあるんですけど、そしたらね次はまあ特徴に行きたいなと思うんですけど、このバッグの特徴って、まあ、大きく分けて3つなんですよね。でこの3つが特徴的やから他とあんまり被らんというか他と違うんですけど、まあそれが何かというと、まず1つ目が防水ですよね。僕の口からはいつも防水の話が出てくる。ジャケット着ててもそうやし、靴の話しててもそうやし、カバンの話しても防水、お前はどんだけ雨を心配してるんだと思われるかもしれないですけど、やっぱ防水って頼れるじゃないですか。でリュックって結構大事なもん入れたりすると思いますので、まあ、一回ちょっと水濡れ見てみましょうか。まあ、近くて見てもらったらこんな感じなんですけどね、ピュッて開けるじゃないですか。その生地側は普通のナイロンみたいな感じで、これ一応ナイロンがそのコーデュラっていうこのねこのナイロンを使ってるんですよ。ピントが合ったな。このナイロン使ってるんですけど、まあ、これアメリカでも有名なナイロンのメーカーなんですけど、この裏側がなんていうんですかね、この弾くような感じになってるんで、この中まで浸透しないんですよ。だから表面上は濡れるけど中までは濡れないよと。では濡らしていきましょうということで、ポチ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 、はいと、まあこんな感じでね見てもらったら分かるでしょうか。まあ、外は撥水で弾いてるのは、これは撥水の加工があるとは思うんですけども、しっかりこの池みたいになってますね。これは何でかって言ったら中に染み込んでないからね池になってるんですけど、まあ、こんなような感じで、まあ、防水の生地が採用されてるし、なんやったらジップのとこもねこういった止水ジップが使われてるので、危な使われてるので中まで入らないよと。でこれはおいおい喋りますけど、やっぱこうやって MacBook とかね精密機械入れるときに生地から浸透されたら困るわけなんですよね。せやからあかんでいうことで、まあ、しっかり防水にはなってるんですけども、これどないして拭いていこうかな。まあ、本来ねここにタオルがあればいいんですけども、ここオフィスタオル今ないんですよね。だから紙で拭いていくと。はいと、まあこんな感じで拭けて中見ても
まあもちろん全く濡れてませんね。これが一応生地が防水の生地使ってると。なんで止水ジップ使ってるんですけど、まあ、ただこれ完全防水とはやっぱ書いてないんで、多分ねこういった縫製の隙間からとかは入る可能性があるんでしょうね。多分困難とかわからんけど、だから完全に防水とは書いてないですね。そこまでは信用せん方がいいとは思うんですけど、水滴が残ってるのとかはピュピュって拭いてあげればもうなくなると。まあこんな感じで生地は全部防水ですね。見ていきましょう。はい、まあこんだけ濡らしても中は濡れてませんよっていう感じになってるんですね。あ、なるほど、こういう内側とか濡れてますね、普通に。なんかこの内側とかは防水じゃないですね。このクッションのとことか、あとこういったあの紐のとことかね、だから濡れんようにここはあかんと思いますけど、まあ、表面の生地とかこの横の生地とかは一緒やから、まあ、防水になってるんでしょう。そして次がね、まあ、これ若干今濡れてる状態ですからそのままお送りします。こうやって今横幅がねこうグッと開くんですよ。っていうのもさっき出たみたいにこれでね完全体ではないんですよ。だからまあセルみたいなもんでね、これはまだあの途中形態なんですよね。でこっから最終形態になるに向けて、このね真ん中のジップがあるんですけど、この真ん中のジップをねビューって開けてあげるとね、最終形態のセルになるわけですわ。まあフリーザでもいいですけどね、もしくはマジンブーでもいいねんけども、こうやって開けてあげるとここがねグッて開くんですよね。でもめちゃくちゃ広がってるじゃないですか。これするだけでなんか10リットルぐらいね容量が増えるらしくて、これあのあれやな、ピアノのこういうやつに似てるな。なんかまあそのしょうもない話はいいとして、まあこんな感じであの拡張できるっていうのがこのバッグならではの特徴というか珍しいとは思うんですけど、これあれですね、拡張して完全版になっちゃったらここ防水じゃないから、だから初期形態の方が防水性は高いけど、これ完全版にしてでかくしちゃうとこれ残念ながら水には濡れちゃうよということになってますので、まあその辺は注意ですね。ほんでね、最後の特徴がね、拡張システムみたいなのがあって、別にこれ単体でも全然使えるんですけど、僕一応ねこの拡張システム用意したんですよ。それが何かって言ったらジャジャーンというこの2つがあるんですけど、これ何かって言ったらね、なんかブラックエンバー、このブランドだけで使えるカスタム用の部品らしいんですよね。ほいでこれを使ってなんかいろいろやっていくと。で一回ちょっとつけていきたいなと思うんですけど、これね拡張用あるじゃないですか。まず出しましょうか。こっちの方がね4本拡張バージョンなんですけど、これ何かって言ったら、このねリュックのね厚みをねギュッて押さえるんですよ。はい、ということで引っ付けたんですけど、まあ、こんな感じでねピュンってちっちゃくなるんですよね。でここはねあのプラスチックのカチンって安いやつじゃなくて、これマグネット引っ付いてるんですよね。このね後ろのところのマグネットとこっちのところのマグネットがこうパツンって勝手に引っ付けるんですよ。あ、これ逆やった、こっちや。でここ真ん中押し上げたらピュッて取れて、でまたパツンってマグネットで引っ付くみたいな。ほんでもう一個のカスタムの方は、あ、これちなみにあれなんですよ、このモデルフォージだけが使えるとかじゃなくて、ブラックエンバーっていうブランドやったら全部がこのカスタム使えるらしいんですよね。これはどこにつけるんだ。あ、こんな感じか。こんな感じで持ち手になるんですね、ここにパチンってつけてあげたら。そして僕仕様にカスタムしていくとするならば、ここのカラビナつけるところに僕の大好きなクリップをつけるんですよね。こうやって取ったら机にいつでもかけれると。まあこれが勝手に名前をつけるなら拓造仕様になるでしょうね。でね、内側開けんの忘れてた。これさっき濡らしたから濡れてるな、ビジョビジョに。これやっぱ 手すりはね濡らしたらあかん、ダメですわ。まあこの辺はね前回も紹介したことあるんですけど、例えばファイルとかをねこの辺にピュンって入れてみたり、手元っていうか目の前のとこには手帳をピュッて入れてみたりして、ふんって挟んでみて、でここは着替えとかですよね。ここはあの拡張できるスペースやから、まあ、やっぱり夏のお供といえばバギーズショーツですよね。これを1枚2枚3枚4枚5枚6枚、まあ6枚ぐらい入れていきましょうか。そして後ろの方、背負う方ですね。わ、ここパソコン入れるとこか。そうそうそう、前も見たとき、そういやこのパソコン入れるとこはね、ちゃんとクッションっていうか柔らかい素材みたいなの使ってくれてたんですよね、ここ。で、ここに16インチの MacBook が余裕で入ると、すっぽりね。いいね。で、こんなんも中から出てきました。これはあの肩からかけるやつか。はあ、なるほど、こんな感じでね肩からかけるんか。はい、ということでね、まあパッと見てもらったんですけど、次はデメリットに行きたいなと思います。とは言いながらここまで便利やけども何がデメリットなんて言ってくると、まず一つ目っていうのが、こう大きいね2リットルのペットボトルみたいなのは入れづらいんですよね。おそらくそういうでかいもんをガバッて入れたい時って、こうやってなんていうんですか、内側はまあ何にもあの仕切りないやつの方が入れやすいじゃないですか。けどこういうのって結構仕切りが多いから、そのガバッとでかいもん入れるにはあんま向いてないというか、容量は入るんですけど、まあ大きいもの入れるっていうリュックじゃないかなというところになってて、でその次がやっぱあのお値段ですよね。今カスタムとか結構入れたじゃないですか。このカスタム入れると、まあ本体が3万6000円で、カスタムとか入れていくと4万5000円ぐらいいっちゃうんですね。もうちょっといいかな、4万5000円ぐらいいくってことで、まあ、リュックにしては値段は高い。まあ、ただその機能をこれは味わえれるんだって思う方からしたらいいやろうし、いやリュックに4万5000円は用出されへんわっていう方もいらっしゃるやろうし、まあ、この辺はデメリットと。でもう一個としては、やっぱ買える場所が少ないんですよね。このブラックエンバーっていうブランド自体が結構まだ
日本に入ってきても話やから、取り扱ってる店舗っていうのが結構少ないので、まあ、前回もそうやったんですけど、紹介した時に欲しいと思った時にはもうなかったりするっていうのがあって、こういう量産されてるような、いっぱい売ってるようなタイプではないんで、まあその辺はね、この動画をどのタイミングで見てるかちょっとわからないんですけど、出してすぐ見てもらってる方やったら、その取り扱ってる店舗ってまだ何歩かあるかもしれないんですけど、まあ人気なんでね、なくなるかもしれませんということで、この変わったとか、生地変わりました。生地がね、つるんとした生地からこうナイロンの生地になったっていうことで、それだけが変更ってなんで、あとは特に変わってないんですけど、まあ一応ね、今一番評価の高いリンクは下のところに貼ってるんですけど、まあなかなか取り扱いが少ないというところも、まあ残念かなと思います。で、逆にじゃあおすすめの人、どんな人おすすめなんかというとですね、僕個人的には結構どっか出かけることとかあるんですよね、地方。そういうとこ、金沢行ったりとか、広島行ったりとかするんですけど、その時でいつもリュックとか2個ぐらい持ってたんですけど、一つは機械用、カメラとか、その充電器とかそういうのバーって持って、もう一個は着替え用みたいな感じで持ってたんですけど、これやったら1個でまとまるじゃないですか。で、容量も拡張したりできるんで、まあ旅行とかには向いてますよね。それこそ、それ以外にやったら普段のビジネスパックとかも使えるけども、新幹線乗る時とかやったら、ちょっと拡張ちっちゃくしとこうって言って、パチンってこれでちっちゃくしてみて、上のとこのケースポーンって掘り込むとか、飛行機とかもそうですけどね、あの上のとこなんか狭いからね、あんま拡張した状態やったらコロコロ落ちてくるんですよ。で、落ちてきて自分窓際に座ってたらいいけど、通路側の人が熱そうな頭当たるじゃないですか。そやから、まあそういった時はこうちょっとキュッてちっちゃくして上にポンって乗しとこうかみたいなこともできたりするので、まあ、その時その時に合った使い方ができるっていうのが、まあ多分このバッグの一番の強みなんですよね。で、まあ天候も全く関係ないしっていうところになってくるのかなというふうに思いますね。はい、ということでね、まあこれから僕これを一軍、もう超一軍としてガンガン使っていこうと思ってますので、今までね結構並んでたんですよ。アロー22やったか、それとかマンティス26とか、その辺がね、うわどっちにしようかなみたいな感じで思ってたけど、もうこれあったこれ一択っしょっていうことで、まあこちらをご紹介させてもらったということになってますね。でね、さっき言うの忘れたんですけど、この拡張パーツもね、別売りは別売りって言ったじゃないですか。で、これもやっぱ取り扱ってるとこもっと少ないんですよ。リュックは少ないのに、さらに拡張パーツなんかもっと少ないので、まあ、これはもしかしたら手に入らへんかもしれないんですけど、一応それも下のリンクに載せとこうかなと思います。はい、ということでね、本日はブラックエンバーのフォージというカバンを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。